いい試合でしたね、キーパーが、うん、いい試合でしたけど、うん、優勝の広瀬選手、怪我でコートに立てないコントロール、スマッシュ。
切れ味鋭いタッグなどの多彩なショット、最後は世界を戦ってきた精神力、集中力を発揮、24対22で制し決勝の進出となりました。苦しい時も一つ一つ自分らしいプレーを重ね、この決勝粘り強くつないでいく後藤選手との戦いがファイナルまでもつれました。Cool.